NTT グループ、NTT グループ、NTT グループは、日本電信電話公社、電電公社の民営化によって誕生した日本電信電話と、その子会社によって構成される企業グループ、コングロマリットである。日本での電気通信事業体として担う、NTT グループ企業を言う場合、地域電気通信業務及びこれに付帯する、業務等を業とする東日本電信電話、 NTT 東日本と西日本電信電話、NTT 西日本、長距離電気通信業務及びこれに付帯する業務等を業とする NTT コミュニケーションズ、NTT コムの3社を指す。日本電信電話の IR 資料では、東日本電信電話、西日本電信電話、NTT コミュニケーションズ、NTT データ、NTT ドコモを主要5社と式載している。 また、報道機関などで NTT 主要発射という場合は、上記の主要5社に加え、NTT コムウェア、NTT ファシリティーズ、日本電信電話の発射を指すことが多い。NTT グループは、人材の規模や研究センターなどの充実、そして不動産資産などを含め総合的に鑑みると、日本最大の企業体であると言える。なお、2002年11月1日に、 商業登記規則が改正されるまでアルファベットでの社名登記ができなかったため、これ以前に設立された NTT 企業名称と名付けられたグループ会社の多くは、登記上は NTT 企業名称の社名となる。日本電信電話公社は法的な制約が厳しく、事業運営上必要最小限の範囲で委託会社などへの出資しか認められていなかったが、 1985年、昭和60年4月1日の民営化による NTT 発足に伴い、日本電信電話、株式会社等に関する法律のもとで、郵政大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができるとされ、組織のスリム化と事業領域の拡大を目指し、新しい分野への進出を図った。 民営化後当初のののの NTT グループ戦略は、子会社の設立の性格からら3つ分分野に分けられる。第1の分野は、事業部を NTT 本体から切り離した事業分離型会社。第2の分野は、NTT 本体の専門機能を集約特化して分社化する機能分社型会社。第3の分野は、事業領域の拡大を目指した新規事業会社である。第1の分野として、 NTT データ通信、現 NTT データ。第2の分野として NTT 電力建築事業企画、現 NTT ファシリティーズ。第3の分野として NTT ソフトウェア、プララ等の会社が挙げられる。また、政府によるものとして移動体業務の分社化がなされた。1990年、平成2年3月30日、郵政省は日本電信電話株式、 会社法不足第2条に基づき講ずるべき措置公表の公正有効競争の促進移動体業務についておいて移動体通信分野における公正有効競争を実現するため移動体通信業務を一両年内を目途に NTT から分離し移動体通信業務を営むこととなる会社についてはこれを完全民営化する。と明記され翌1 9九十年 NTT の出資により NTT 移動通信企画、現 NTT ドコモが設立された。1995年、平成7年に始まった NTT のあり方の検討による再編成に控え、同社は NTT 本体からグループ会社への業務の移管をさらなる推進、これまで設立してきた既存の会社の整理、再編、統合、 と再編成に向けた検討と改編を進めた。1999年、平成11年7月の再編成後、NTT、持ち株会社はグループ経営を進めていく上での基本的考え方を整理し、2000年、平成12年4月から4年間、NTT グループ参加年経営計画を策定具体を進めた。この策定において、 グループ会社のミッションの明確化を図るため、グループ会社を日本電信電話会社法の規制の有無と業態により、第1類から第4類に分類した。NTT グループ会社は、時政に応じ随時見直しが行われている。携帯電話事業を営む NTT ドコモは、2008年、平成20年7月に、地域各社を統合して一社体制に移行した。 2009年度末における日本電信電話、株式会社、持ち株会社の会社案内記載の連結子会社として536社となっている。技術開発系、不動産系、金融系、その他、営業系、エンジニアリング系、テレマーケティング系、総務、経理、福利構成系、不動産系、印刷系、金融、 カード系、その他の分野、営業系、設備系、総務、経理、福利厚生系、不動産系、その他の分野、機能分担子会社、決済、小取引系、生活サービス系、コンテンツ系、海外市会社、その他、その他、多数のグループ企業が存在している。宮低新病院のうち以下の病院が NTT の管轄となっている。 このほか東京定心病院、横浜定心病院などは日本郵政の管轄となる NTT グループ関係者以外の患者も利用可能となっている。仙台の東北定心病院は2016年に東北医科薬科大学へ事業譲とされ東北医科薬科大学若林病院となった。下記は NTT の OB が設立した会社であり当初は NTT グループ企業であったが、グループから独立したものである。現在も社名に NTT を付けているが、東京コンピュータサービス TCS のグループ企業であり、NTT グループの子会社ではない。当該企業は、創業時から下請けとして NTT 及び NTT 関連会社のソフトウェアの受託開発を中核の事業するシステムインテグレーターである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。